今回はソルソマーレのリーバ L 字ファスナーマルチ財布セッカーをご紹介していきます。動画構成はこんな感じです。それでは見ていきましょう。ソルソマーレは横浜に工房を持つ革製品ブランドです。国産やイタリア産の牛革など厳選素材を使って熟練の職人が一つ一つ丁寧に手作りをしています。ソルソマーレの製品で印象的なのがこのオレンジとネイビーブルーのレザーカラーです。これは太陽と海の織りなす自然の美しさを表現していてブランドのこだわりだそうですね。あと特徴的なのがこの編み込みデザインですね。編み込みデザインにはセッカとラルゴの2種類があります。こちらですね。手にしているこのモデルはセッカタイプでオレンジとネイビーブルーがこの交互に差し込まれて編まれている感じですね。で画像になりますけれどもラルゴは左右に色分けがきっちりされて編み込まれている感じになります。あとこの編み込みがあるデザインとそうでないシリーズもいろいろちょっとタイプが分かれているので一覧にまとめてみました。今回レビューしているリーバと表の一番左コスタシリーズが編み込みがあるタイプとなっています。その他のシリーズは編み込みがなくてシリーズによってもレザーの種類が異なっています。あと財布タイプですけれどもリーバとコスタは財布タイプも同じで財布のサイズや仕様も同じなのでレザーの種類が違うだけになりますね。カナーレ、アルバ、トラモントは同じ財布タイプでもサイズ感や仕様が若干異なります。リーバには国産牛革のソフトシュリンクが使われています。質感はこのような感じです。触り心地は柔らかくて手に吸い付くような印象があります。財布全体もこのように柔軟性がありますね。型崩れはしなさそうな感じですね。いいですね。サイズは縦が 9.2cm、横が 11.5cm で厚さが 1.8cm です。あと重さ実際に測ったら 82g ほどありまして持ってみてるとこの結構軽い印象がありますね。ここもいいと思います。仕立てに関しても全体的にとても綺麗に仕上がっています。ステッチもいいですね。小場処理も美しく仕上がっております。ファスナーには YKK の最上位モデルエクセラーが採用されています。右手にはブランドロゴが刻印されていてスライダーに YKK の刻印ですね。で使い心地は少し重めな印象があるんですけれどもエクセラ特有の質感ですね。使っていくと徐々に滑らかになっていきます。動かしていてどこが熱かかるっていうことはないですね。それでは内装を見ていきましょう。内装にも全体的にソフトシュリンクが使われています。ブランドロゴがここに入っています。でこちらは04ですね。で収納は札スペースで中央のオープンポケットが小銭入れとなっています。このような感じですね。で両サイドにカードポケットがあってで一番奥がフリーポケットになっています。でこの開口幅測ったら13センチほどあったのでかなり大きく開きますね。あと革も柔らかいのでしっかりこのように広げられます。でせっかくなのでネイビーブルーとこの色の違いを見比べてみましょう。このような感じでカードポケットの色分けがされています。それでは中身を入れて使い心地を見ていってみましょう。試しにお札は5枚、小銭10枚、でカードは左右2枚ずつで合計4枚入れています。
ます。フリーポケットには何も入れてないです。で、使い心地ですけれども、まずお札は2つ折りにして入れる形になります。入れる向きは縦横関係なしですね。結構なスペースがあるので余裕で入ってくれます。あと収納するときにこのように奥にお札入れてあげると、この角度にしたときに落ちないのでいいですね。あとこの手の財布はお札を小銭入れまたぐようにして入れるときがあるんですけれども、このモデルに関してはちょっとおすすめな入れ方ではない印象がありましたね。この L 字の部分ですよね、ここお札がファスナー引っかかりそうになるので、閉めるときはいいんですけれども、開けるときですね、中身が持ち運んでるときに動いた場合ですよね、引っかかりやすくなるのであまりおすすめではないね。といってもこの小銭入れが長めなので、どうしてもこう外に追いやっちゃいますよね。なのでお札は2つ折りにして入れるのが一番いいかと思います。で、小銭入れです。小銭入れはこのような感じ、袋状なので小銭が少ないと、自分の場合ですよね、ちょっと指が突っかかっちゃって奥まで指を入れにくい感じがありましたね。小銭をつかむのがちょっと苦労するかなっていう印象がありましたけれども、まあ、ここも慣れなのかなとは思いますね。この向きにするとまあ入れやすいですけれども、中が見えにくいので、そこはちょっと慣れる必要があるかと思います。で、カードポケットは全く問題ないですね。スペースにかなり余裕があるので、スムーズに出し入れができます。こちらも大丈夫ですね。一旦これで厚さを測ってみますね。厚さです、 2.5 センチ ですね。一番中央で厚みが出やすいところで 2.5 センチ。で、まあ、この空のモデルとほぼ変わらないですね、見た目は。で、いいと思いますね。それでは中身を増やして追加で使い心地を見ていってみましょう。オレンジの方に中身を移してみました。ちょっとお札を動かして、それでは収納量を増やしていってみましょうね。で、今こちらお札が5枚になっています。で、お札を10枚増やしますね。これ束ねちゃってます。で、入れると、お札が増える分には問題ないですね。で、次小銭です。小銭は15枚増やしますね。このような感じになります。ちょっと重なりやすくはなりますけれども、こう振ってあげたら綺麗にばらけてくれますね。で、カードをフリーポケットに1枚ずつ入れてみますね。で、合計6枚、お札15枚、小銭25枚、で、カード6枚入った状態がこちらですね。小銭は多い方がこう取り出しやすいですね。なので小銭10枚とかよりかは15枚20枚くらい入れちゃった方がいいのかなとは思いますね。で、お札が増える分にも問題がないですね。このように1枚ずつ折ったやつとこう束ねて入れてあげたら、まあ中でばらけることもなくて良いと思います。カード収納に関してもこちらは全く問題ないですね。感じなのがこれで閉まるかって感じですよね。小銭がやっぱり重なりやすいので、こう振ってあげて、閉まりますね。大丈夫です。全体的に膨らんではきますけれども、収納は全然余裕でできてるって感じですね。厚さです。厚さは 3.2 センチいかないぐらいですかね。この収納量で 3.2 センチなら、一般的な3つ折り細工の厚さ
ぐらいですかね。サイズ感は違いますけれども、厚みで言ったらまあ 3.2 センチに収まっているのでいいと思います。皮が柔らかいのでそこまでなんか硬すぎて嫌だっていう風になる印象はないですね。触り心地がいいのでその点いいと思いますね。で、殻の状態と比較すると、まあ、このような感じですね。あとソルソマーレは全モデルでこのオレンジとネイビーブルーの2色があるのでペア財布としてもいいですよね。あとこの編み込みが特徴的なのでペア感も増しておすすめです。